辻井信幸は日本のピアニスト、作曲家。2009年、バンクライバーン国際ピアノコンクールでチャンハオ・チェンと共に優勝した。日本人として同コンクール初優勝者である。これまでに、増山雅子川上正宏、川上ゆかり、横山幸を田辺京子に支持している。東京音楽大学附属高等学校を卒業後。 上野学園大学卒業。生の辻は、正式には、点が一つの辻である。東京都豊島区出身。産婦人会の父と、元アナウンサーの母のもとに生まれる。出生時から眼球が成長しない、小眼球症と呼ばれる原因不明の障害を負っていた。 筑波大学附属盲学校小学部を経て、東京音楽大学附属高等学校、上野学園大学卒業。1995年、7歳で、全日本盲学生音楽コンクール器楽部門ピアノの部第1位受賞。10歳となった1998年、西武サッシュゲアキスペシャルコンサートで、本名登録実施。 大阪センチュリー交響楽団と共演し、鮮烈なデビューを飾った。1999年、全国プトナピアノコンペティション D 級で金賞、及び審査員特別賞を受賞した。2000年、12歳の時に、第1回ソロリサイタルを、サントリーホールショーホールにて行い、翌2001年すぐに、第2回のソロリサイタルを開催した。この他に、 神戸音楽祭に出演するなど、日本各地で、コンサート活動を行っている。2002年に、佐渡豊ヤングピープルズコンサートに出演した。また同年、東京オペラシティコンサートホールで行われた、金星教式、東京交響楽団とのコンサートでは、モーツァルトとショパンのピアノ競争曲2曲を演奏し、大成功を収めた。2003年には、 斉藤一郎式、読売日本交響楽団と共演し、この公演は、日本テレビ、深夜の音楽会で放送された。また、秋山和義式、東京交響楽団とサマーコンサート2003に、出演した。2004年には、東京交響楽団の定期公演に出演し、大きな反響を得る。2005年2009年2010年、 第11回ホテルオークラ音楽賞及び第1回岩谷時子賞受賞2011年2012年2013年日本書パン協会賞を受賞7月イギリス最大の音楽祭 BBC プロムスへ初出演歴史的成功と称される2014年1月カーネギーホールでのコンチェルトデビューオルフェウス室内管弦楽団とのアメリカ 日本ツアー。3月、オペラの電動ミラノスカラザに初出演、ゲルギエフ式スカラフィルと共演。4月、パリのルーブル美術館主催によるリサイタルが、全世界に、インターネット中継。11月、ペトレンコ式、ロイヤルリバプールフィルと初共演。2015年5月、サドユタカ式、トーンキュンストラー還元楽団との共演で、ウィーンデビュー。 11月から12月、ゲルギエフ式ミュンヘンフィルトドイツを呼び、日本で公演。2016年3月、エムザンデルリンク式ドレスデンフィルトドイツツアー。4月、ウィグモアホールで待望のロンドンリサイタルデビュー。6月、オルフェウス室内還元楽団と日米公演。10月から11月、アシュケナージ式シドニー公共楽団との合衆デビューと。 ヨーロッパ室内還元楽団との日本ツアー。2017年2月、レトーニャ式ストラスブールフィルト、フランス、ドイツ、スイスをツアー。続けて、ドイツ主要都市のリサイタルツアー。5月、アシュケナージ式で、ベルリンドイツ交響楽団にデビュー。続けて、シドニー交響楽団を再放。8月、ゲルギエフ式。 マリーンスキー還元楽団の招きで、ウラジオストクにデビュー。10月、V ユロフスキー式ロンドンフィルト、日本ツアーを行い、シャンゼリゼ劇場でリサイタル。2018年 V ペトレンコ式、ロイヤルリバプールフィルトの日英両国での共演、アシュケナージ式アイスランド公共楽団との初共演。2019年1から2月、イギリス、ドイツでソロリサイタル。 マリンスキー管弦楽団と共演。4月、ロシア、ロストロポービッチ音楽祭に出演。4月、香港、台湾で、辻井信之、オルフェウスアジアツアー。5月、ニューヨーク、カーネギーホールにて、ソロリサイタール。フランス、ドイツにて、ストラスブールフィルと共演。ロシアにて、ゲルギエフと共演。 6月8月、バンクライバーン国際ピアノコンクール優勝10周年、記念特別コンサート。9月、アルメニア、ルーマニアにて、リサイタル、ルーマニア国立ユースオーケストラと共演、イギリスにて、ロイヤルリバプールフィルと共演、10月、サントリーホールアーククラシックス、軽井沢室内学フェスティバル、八ヶ岳室内学フェスティバル。10から11月、 ケント長野辻、井信幸ハンブルクフィルハーモニー還元楽団。11から12月、辻井信幸音楽と絵画コンサート、印象派。12月、チャイコフスキーフェスティバル2019。2020年5月、コロナ禍で多くのコンサートが中止になる中、YouTube チャンネルを開設。6月、初の有料オンラインコンサートを開始。十月、 サントリーホールアーククラシックス2020海外での活動も行っており、カーネギーホールアイルリサイタルホールにてアメリカデビューを飾った。ロシア、チェコ、台湾などでも演奏している。BS 朝日特集奇跡のピアニスト辻井信幸その他、BS 富士特集辻井信幸世界音楽機構シリーズその他題名のない音楽会、ミュージックステーションアナザース会。 て子の部屋その他特集掲載連載。ありがとうございます。